から、先ほど説明しました3話である日本、韓国、中国との友好関係を共通しようとしているわけです。これが何ていうかな、いわゆる伝統的な掛け軸に近い形にやってきています。でこれが掛け軸としては最新の作品になります。で最新に対してこっちが最古と言いますか、一番古いと言いますか、あの戸倉、千曲市がいましたけれども、アート街角というのがありまして、そこの中で、第1回公開講座を始めた時ですね、その時の入り口を、あの場所の美術、町の大本営というこういった入り口を急遽作って、それでその中で、パフォーマンスおよび、参加者のワークショップの作品を並べました。それがここになります。これがあの韓国から来たホーボンというパフォーマンスアーティストがこの中で、パフォーマンスをやって、その最後の様子です。終わった直後の様子、紙吹雪は後回って、それが下に落ち、下にあの音楽を掲げながら朝鮮人という字を書いて、パフォーマンスが終わってますが、そのこっち側にあるのがあのワークショップ、参加型のワークショップで、一般市民の方に参加してもらって、近くで写真を撮ってそれを巨大化して貼ったという作品がここに並んでいます。